どうもーかぎやんです今日は2019年10月31日木曜日、えー、チートデイの日ですねチートデイの晩ご飯になりますもうあれですね10月も終わりであと2か月ですね今年もねということで一つずつ見ていきましょう、えー、これがまずサラダですね今日はキャベツがたっぷり入ったサラダとえー、男前豆腐と チーズちくわわさび味。僕の大好きなチーズちくわわさび味ですね。これと今日はメインディッシュが2つ。えー、牛肉が牛丼の上に乗ってるような感じのやつですね。それと、んー、えー、何ですかね。えー、こんにゃくですね、こんにゃく。こんにゃくが出てこなかったですね。それとしいたけと、これメンチカツが2つ。結構なボリュームが今日はあるかなと思います。 今日はチートデイなんで炭水化物を食べてもいい日なんですけども、えー、昨日の、えー、昼晩今日の昼と結構炭水化物がっつり食ったんで今日の晩から、えー、炭水化物はやめます以上になりますありがとうございます